お誕生日なんですよ。パッパパパッパパッ。お誕生日なのでね、あの年の数だけ栗しぐれを食べましょうという話じゃないんですけど、シュシュさん最近のマイブーム栗しぐれなんですよ。わかります？なんかあのお菓子、和菓子ちっちゃいやつなんですけど、なんかねいっぱい入って売ってるのよ、袋にスーパーとかで。で1日1個とかでちょっとずつ食べていこうと思って買ったんですけど、シュシュさんあれあるとさ1回に1袋ぐらい食べちゃうんだよね。やばいなと思って、でも栗しぐれってなんかね、これあの個人の感想ですよ。栗しぐれがそういうものというより個人の感想なんですけど、1個目なんか思ってた味とちゃうなってなって、2個目、なんか美味しいなって、3個目ぐらいから記憶がなくなるので、気づくと空の袋と空の包みがそこにって感じ。恐ろしいです、栗しぐれ。それでは参りましょう、シュシュポップのシュシュポップラジオカッコカリ。ということで改めましてホポップシュシュポップさんです。お誕生日さんです、イエーイ。はい、でそんな本日はですね、ちょっと面白いことしちゃおうと思って、お誕生日だからね、シュシュさんの動物占いをしようと思います。足占いじゃなくて動物占い。動物占いって知ってる？なんかね、動物占い自体がなんて言うんだっけ、あのなんちゃら心理学、動物占い、あ、なんか、そもそも四柱推命ってやつに基づいてるもの、四柱推命のを元に人の個性を分析調査したっていうのが発祥になってる、なんだろう、心理学とその四柱推命の掛け合わせって言ったらいいのかな、まあ、なんかそんな感じのものです。はい、でまあね、早速やっていこうと思うんですけど、シュシュポップさんは、じゃあ2020年にこの世に登場してるので、2020年で10月28日を生年月日とすると、出てくるのが5アニマルって5個出てくるのね。で表面が小鹿、で本質がタヌキで、隠れがペガサスで、希望が羊の、意思決定っていうのがチーターなんですけど、何のことやらってこと感じだと思うので、各項目が何なのかをご紹介というかご説明しますね。本質、シュシュさんがタヌキのやつは基本的な性格を表すものです。でタヌキさんがどういうやつかと言いますと、タヌキさんはですね、経験と実績を重んじる、天然キャラが入っている、返事がよく役割分担が得意、行きつけの店がある、根拠のない自信がある、なんかそんな感じの人柄、これがねタヌキさん属性の人のね特徴です。これがねシュシュさんのどうやら本質らしいです。で次、表面キャラ、シュシュさんは小鹿でした。小鹿さんはねどういう人柄かと言いますと、初対面では警戒心がいっぱい、仲良くなるとわがままになる行動範囲が限られている、人を育てるのがうまい、添加物が気になるこれがね表面キャラ、ね、小鹿の、猫かぶるとか言うけど小鹿かぶってんだね、添加物気になるぶってんだわ。添加物そこまで気にしてないかも、なんかできれば
添加物とかが入らずに美味しいものがあったらいいよねとは思うけど、そこまでいやこれは添加物が入ってるから食べられないみたいな感じではないかな。うん、なのでやっぱ表面ですね。はい。で次、意思決定。これシュシュさんチーターかな、チーターなんですけど、意思決定は何かを決断するときに現れるキャラだそうです。でチーターは諦めの早いチャレンジャー、もう意思決定をするときに諦めが早いんですね。で超プラス思考で成功願望は人一倍。まあまあまあ成功はしたいですね。あとは好奇心が強い、早とちりでお人よし。どうだろう、好奇心は強いのかな。興味関心の範囲は広いけど、そこまですんごい好奇心ってわけじゃない気もするから、あ、でも意思決定キャラのところにチーターさんがいるってことは、何か決断するときだからやっぱり何かをこうこっちとこっちどっちにしようかなみたいな、とかやるやらないどうしようみたいになったときに諦めが早いでしょうね、この解説を見る限り。うん、何かを決めねばならぬ場面ではチーターさんの人格がね出てくるよっていう感じみたいです。であとは希望キャラ、これは無意識のうちに憧れている理想のキャラ。これね、シュシュさん羊さんです。群れをなす寂しがり屋、世のため人のため相談されると嬉しい、うんうん、情報集めが得意、融通が効かない頑固者でありたいとシュシュさんは心の奥底で思ってるらしいんですけど、本当かな、まあ、世のため人のためを考えられる人でありたいなは確かにあるかも。でもなんか融通が効かない頑固者になりたい、でも融通が効かない頑固者って言い換えたら、なんかこう意志がはっきりしてるじゃないけど自分の信念を持ってるみたいな感じだよね。ね、そういう人に憧れているのかもしれないですね。うん、そう、ちょっと理想として。で情報集めが得意っていうところにも憧れているみたいです。あ、まあね、最近ラジオの台本書くのにチャット GPT 使い始めちゃってるしさ、情報集めがちょっと苦手かもってどこかで思ってんのかもね。はい。でシュシュさんがちょっと問題だなって思ってんのが最後のね、隠れキャラってところなんですよ。でシュシュさん、あ、まあ、まず隠れキャラとは何かっていうと、ピンチの時に現れるキャラなんですよ。でピンチの時に現れるのがシュシュさんペガサスなんですよ。ペガサスって言ったら空想上の生き物じゃないですか。なんかね、あの不思議ちゃんとか変わってるって言われがちな人って本質なり表面なりにペガサスがいがちなんですけど、シュシュさんそれを表に出さずに隠してるっていうね。でピンチの時にそれ出てくるんですけど、ひらめきは天才的、堂々とした超お天気や、うなずきながらも聞いていない、突然ふっといなくなる、捉えどころのない人、めんどくさがり、うん、ということで、ピンチの時にシュシュさんは何も聞いていないふりをしてふっと消えるのかもしれないですね。ちょっとね、これ見た時にやっぱこうさ、ペガサスさんがどこかにいる人って、人からどこかつかみどころない人とか、あの人なんか仲良くなってもいくら会ってもなんかちょっとよくわかんないんだよなって思われたりしがちなんですけど、なんか本質とか表面じゃなくて隠れにペガサスがいるって、なんかシュシュさんもしかして普段こうタヌキさんだから、なんか
なんだろうね、人にこう合わせたり周りの顔色を伺いつつ常識人のふりをしているけれども、実は奥底でかなり変わっている人なんじゃないかなとね思いました。次さ、要するに一番つかみどころのない人ってことじゃないって思って、わあこれを見た時に、なるほどな、シュシュさんこういう感じなんだ、関わる人たち大変そうって思ったんですけれども、皆さんご自身の動物占いやったことありますか？ぜひねやってみていただきたいです。なんか、あ確かに確かに自分ってこういうタイプかもっていう方がも多いと思うんですけど、えこんな感じなのって思うかもしれないんだけど、こんな感じなのって思う、それが意外とね周りからはえそうだよっていう感じの可能性大いにあるんで、ぜひ一度やってみてください。はい、ということで今回はね、シュシュさんのちょっと動物占いをして、どんな人なのか、どんな人じゃないんですけど、どんな個性を持っているのかっていうのをね、なんかちょっと解説してみちゃったりしました。気になる人はね、ぜひ動物占い2020年10月28日でシュシュさんのことを勝手に調べて勝手に理解しちゃってください。はい、じゃあお便り読みます。シュシュパスト。はい、今日いただいたのはメアリーさんからのお便り、ありがとうございます。今月のテーマですね、あの好きなバター醤油味のものの話です。はい、シュシュちゃんホポップ、おはポップ、好きなバター醤油味のものは芋餅です。あー、もちもちの食感にじわっとしたバターと香ばしい醤油の風味がたまりません。お祭りの屋台で見かけるとついつい買ってしまいます。シュシュちゃんはお祭りの屋台で見かけたら買うものってありますか？よかったら教えてくださいとのことです。芋餅ね、最近の芋餅ってさ、進化してて中にチーズ入ってたりするよね。美味しいんだ。はい、シュシュちゃんはお祭りの屋台で、そん時によるんだけど何買うかな。その時の気分で、しょっぱいものだったらフリフリポテト、あの味自分で選べるやつのなんかポテトとか、あとね結構くるくるお好み焼き好き、わかる？あの割り箸にさ、お好み焼きがプルルってなってこう巻きつかれてるやつ、美味しいんだよあれ。そう、くるくるお好み焼きとか、あとなんだろう、あ玉こんにゃく、うん、冬のお祭りだったら玉こんにゃく甘酒はマストかも。うん、で甘いもの部門はあのいちご飴ですね。でもあのチョコいちご、いちごチョコにする時もあるね。あのりんご飴も好きっちゃ好きなんだけど、りんご飴はね何だって食べにくいのよ。丸いじゃない、丸くてそれなりに大きいから、もうねお持ち帰りしてあれはこう切って食べた方が食べやすいんですよね。だから食べ歩きはね、ちょっとシュシュさんはその技術がないので、ちょっとリンゴ飴難易度高めだなって思ってて、いやいちご飴はもういちごの大きさだからさ、角度とか技術とかいらないの、食べやすいし、いちごの果汁がねこう飴を突き抜けてじわっと溢れ出るのがとっても美味しいなと思って。でいちご飴はね、もうなんかここ数年すごい流行ってお祭り以外でもさ売ってたりするからさ、すごいお祭りだといちご飴ちょっと今ないんですみたいなこと多くって、そういう時はねあのチョコバナナの屋台で結構いちごバージョン売ってたりすんのよ。それもね食べたりしますね。甘いもの部門はそれのどっちかだね。うん、屋台で芋餅見たことないかも逆に。でも多分さ、みんな今さラジオ聞いててくるくるお好み焼きの方が何なんだろうって思ってるよね。くるくるお好み焼き美味しいですよ。あ、あとベイクドもちょちょも食べます。はい、いう感じです。
お祭りいいな、お祭り行きたいです。はい、メアリーさんありがとうございます。こちらのラジオお便り募集しています。今月のテーマは10月に募集しているのはメダロットに感謝したいことです。季節のテーマがこれなんですけど、その他にも普通歌だったりお悩み相談だったり募集しています。ぜひぜひお気軽にお寄せください。よろしくお願いします。はい、ということで今日はなんか動物占いなってやってみちゃいました。いつも足占いやってるのにね、みんなもぜひ動物占いやってみてください。きっとお友達とやっても盛り上がれると思います。はい、何くるくるお好み焼き、くるくるお好み焼きってあれ全国版じゃないの？でも多分これから日本全国に広まっていくこと間違いなしだぜっていう、ちょっと主将さん今最先端行ってるからみんなよろしく。ということで皆さん本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。うん、今週もゆるりと参りましょう。ポップポップおー、ということで以上本日のバースデーガールシューシューポップでした。ありがとうございました。